どうも千葉です。もうすぐ夏が来ますということで、夏のファッションを考えたい。そう、千葉のファッションといえばこちら。はい、リーズンさんやってまいりました。リーズンさんで今年の夏の新アイテム紹介してもらおうと、あの遠藤社長に聞いてみようってことでやってまいりました。行っちゃおう。社長いるでしょうか。社長どうも。お疲れ様です。いつもありがとうございます。ちょっとあの、はい、早速なんですけど、はい、この夏の新アイテム、はいはい、もうそろそろ出始めてると思うので、はいはい、ちょっとご紹介いただければなと思って、よろしいですか。はい、ありがとうございます。じゃあですね、これから遠藤社長に教えていただきたいと思います。いいですね。こんなのどうですか。お月見パンダ超かわいい。これ T シャツですね。そうですね、3色です。3色、はい、これと、あ、はい、黒と、黒とあと白ですね。あ、はい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 、白ありますね。あ、かわいい。これパンダの刺繍なんですけど、当然刺繍なんですけど、かわいい。これ表の胸元と裏に、うわ、かわいい。これいいですね。ちょっとまた欲しくなって。3色ありがとうございます。あと夏物っていうと、あとね、じゃあちょっと T シャツから紹介、普通の紹介されて、うん、はい、お値段のこと言いますと、はい、通常まあ6900円の消費税なんですけど、はい、こちらの4900円で今回出てるパターンがうちに入ってきてるのが3種類ほどありまして、これ、はい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 、これが、まあ、ガソスターパンダっていうね、うん、はい、まあ一生懸命車を洗ってるんですね、はいはい、でこれはモーニングルーティーンってパンダが起きてから会社行くまで、会社も行くまでの、はい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 、それと、はい、ハンバーガーパンダ、はいはいはい、この色合いとか女の子にちょうどいい。そうですね、ラベンダーですね。大きいとか、これで4900円ですね。いいっすね。それと新作から言いますと、こういう切り替えのちょっとビッグ系が最近あの若い子中心に、はい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 、はい、ビッグのノリでこう切り替えです ね、 ですね。これがはい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 、これがっさり羽織っていいですね。はいはい、はい、これジンベエちゃんですね。あ、まあね、すげえ、意味は早いんですけれども、夏って言えばジンベエ。あ、これ下もついて、はい、ジンベエですから、はい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 。あらー、ムーディー、この紫とかこんなイメージですね。かわいい。これ1着、あ、1色ですか、これ。いや、これは3色、ネイビーと白とこのラベンダーです、ね、はー、いいっすねー、はい、ちょっといい感じですね。ちょっと俺今かなり心ときめいてますよ。あとはセットアップ、はい、セットアップってあれでしたっけ。あ、上下、上下、あ、こういう感じで、はいはいはい、これが青と黒と、はいはい、そうです。あと白がある感じね、はい、ね、フードコカッパ、はい、フードのところにこれパンダあるんですね。あらららら、ら超なりきりですね。はい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 、これもちょっとお値段おいくらくらいなんだろう。こちらが15,180円、はい、税込みで、はい、いいっすね、かわいいね。もう一つです。来ました。ドライティー。おー、2900円。あ、安い。ドライティー2人。クールマックスなんで、着ててもすごく涼しい。はい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 。どん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 発汗するんで。これは白と白黒ワインですね。こっちは黒グレーグリーンとラベンダー。ラベンダー速乾ティーに来たか、ついに。もうなんか野球部の人がよく着てそうな、なんかこう素材のやつですね。いいわ。あと、はい、パンツ、あのね、ちょっと入ってきたばっかり、入ってきたばっかりのが、今までのパンダって細かったんですよ。はい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 。これがちょっと細いシルエットの、はい、ジーンズで、これ可愛いですね。ストレッチなんですけど、それのちょっとワイドパンツっていうか、
ワイドパンツまでいきませんけど、渡りがちょっと太くなってます。あら、でちょっと細めが苦手だなっていう方なんかはすごくよろしいのかなと。なるほど、ちょっとあれですもんね、こう、わかりますかね、ここの幅が新しく来て太いですよ、もものあたり、ゆったりパンツですね。はい、でそれの、まあ、お色違いっていうか、はいはいはい、あ、はい、これがユーズトですね。これなんか普通のジーンズっぽくていいですね。はい、イニメージの、かわいい、この去年あってちょっと品切れしてまして、やっと上がってきたっていう状態で、ちょっと今年なんですけど、はい、まあ、僕パンダ推しにずっとしてたんで、はい、ちょっとだけ浮気したいな、はい、で、はい、できれば、はい、パンダみたいになんかかわいいメーカーさんで、かわいいですか、かわいいメーカーさん、あのドラゴンドーンとか風神雷神みたいなんじゃなくて、可愛いなんかこうメーカーさんでなんか新しいなんかやつないっすかね。で、キツネさんのコンジャクちゃん、はい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 これな、このシャツいいっすね。ダブルガーゼになってます、ね、ダブルガーゼ、はい、あ、ガーゼを2枚こう貼り合わせて、はい、石結っていうんですけど、はい、これ見てわかりますかね、あのブツブツブツってこう縫ってあるの分かりますこれ。ほー、こう、あの格子状に繊維がね、うん、5ミリくらいにあの線プツプツプツってすげえ。これ針ガーゼをねこうくっつけて、それをこう縫ってあるわけですよ。すごく吸湿性、汗かいた時もすごく楽ですし、しかもこの柄ツルカメですよ。超縁起良くないですかこれ。いいなぁ、キツネか。それがこれの、ね、こっちの黒ネイビー、これ、はい、ネイビーもあると。アロハがね、アロハもうあらららら、レイヤー素材ですっげえおしゃれ。こんなのがね、これピンクとブルーと、はい、ピンクとブルーと2色、これはガチで浮気しそうですよ。え、このブルーすごい可愛いですね。そうですよね。あら、千葉さんさっきあのダメだって言いましたけど、はい、私千葉さんにこれをおすすめ絶対似合いそうこれめちゃくちゃ鳳凰って感じですけど大丈夫ですか。あ、いやいいと思うけども、俺こんなん着たら絶対ヤハラですよ。綿とかだと必ずプレスアイロン必要じゃないですか、はい、それはねアイロン必要ない。あ、アイロンいらないですか。うん、軽く洗濯機で洗っていただいて、はい、軽く脱水して干してるとすごい風になっていますね。お手軽。あ、これは意外に俺似合ってるかも。そうでしょ。で、はい、今ずっと締めていただいたんですが、ここねあんまり締めなくてもいいんです。これなるほど、そんなにね、もっとこう気軽に着てほしいなって。はい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 、夏ね、はい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 、そうです。あ、もうそんなるほど、そんなんでいいと思う。タオルかしら。うん、いやー、どう、なんかすごくナチュラルに似合ってるねえ、パンダは悪目立ちするとパンダは悪目立ちするとこれね、これまずこれいきますか。かわいい。このちょっとモノグラムっぽいねパンダなんですけど、バック、はい、で一応ショルダー用のベルトついて、はいはい、でここにペットボトルが入るんですね。すげえ、ペットボトルが入る内側に、はい、あの本当にいいっすね、活用じゃないですか。ね、ちょっとしたこの4,900円の消費税かな。はい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 、あ、4,950円。可愛いじゃんこれ。超うちの娘にも買ってる。で、これがね、今大ヒットですね。これね、あとは、はい、
シャワーサンダル。シャワーサンダル？お、かわいい。4色。25センチと26センチ飛ばしの27、28になります。いや、足幅がちょっと狭いんで、ここが狭いんで、ワンサイズ上をあの買った方がいいってことですね。いただいた方がよろしいかと思います。いや、完璧じゃないですか。俺特にバッキバキ来たのこれですね。これかわいい。何これ、これおいくらっすか。これこれやばない。2,900円、3,190円、3000円でこんなバッキバキに可愛いの買えるんですか、はい、いや緑とこれやば、これは激アツですね。あ、白、うーん、白か、君もいたか、いや、で、うーん、で、うーん、こ、いや、二択ですね、俺は二択ですよ、これは確実に。いや、これここの部分完璧ですもん。パンダです。いや、そうだけど、いや、いい。このシャワーサンダルは熱い。これ、うわ、いいっすね。いいですね。このバッ、うわ、欲しいな。やべえ、バッキバキに可愛い。これこのブラウンと、はあ、なんかハイキングキャンプに行ってるおっさんのやつじゃん。まあでもこれは俺に意外と似合うんだね。かわいい、紫がかわいい。これあのうちのボスがいつもつけてる。そうっすね、まあいい方です。いいですね。ちょっと見てたらどんどん欲しくなるっすね。なんかちょっと今回来てよかったなと思ったのが、千葉意外とやから格好が似合ったっていうのが嬉しいですね、はい、ちょっとただただ俺が楽しいだけの時間を過ごしてしまったんですけども、いやー、もうまた遠藤社長買いに来ますんで、ちょっとその説はよろしくお願いします。皆さんもぜひリーズン来てみてください。よろしくお願いします。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。